RWD モレンベークは2002年まで存在したベルギーのサッカークラブである。略称は RWDM。1909年にホワイトスタークラブブリュッセルとして創設された。その後、ホワイトスター AC としてベルギーサッカー協会のメンバーとなり、登録番号47を与えられた。当初はホワイトスターをオルエ AC その後ロイヤルホワイトスター AC として 一部リーグに1924から25シーズン及び1934から35から1946から47シーズンの間所属した。現存するホワイトスターオルウー FC の名前はここから取られたが、それ以上の関連性はない。1963年にラシン・ブルッセルと合併し、ロイヤル・ラシン・ホワイトとなった。 1965年から1973年まで一部リーグに所属し、その後の2シーズンは二部リーグで過ごした。ホームグラウンドはブリュッセルのウォルウェサン・ランベールにあるスタット・ファロンを使用していた。1973年7月に有名クラブのダーリンクラブブリュッセルと合併して RWD ・ムレンベークとなった。 合併の主たる要因はリーグ戦での観客動員数の低さにあった。クラブはその成立から10シーズンにわたって一部リーグに所属し、1974から75シーズンには優勝した。頻繁にヨーロッパの大会への出場権を獲得し、1977年には UEFA カップで準決勝へ進出した。クラブはある。 ラシンホワイトの登録番号47を引き継いだことにより当初から一部リーグに参加できたがダーリンクラブとしての栄誉は失われたクラブはブリュッセルのモレンベイクサンジャンでプレーした1984年以降クラブは様々な難問に直面するようになり2002年の破産へと至ったその後クラブはブリュッセル近郊にあった KFC ストロンベイクと合併し FC モレンベークブリュッセルストロンベーク通称 FC ブリュッセルとなったこの新クラブは2002から03シーズンこそ2部リーグからのスタートになったが2004年にジュピラーリーグに昇格したこれに前後してクラブの名前を生き残らせるため奮闘したファンたちによって2003年に RWDM47 という名前の新チームが作られたチームは ベルギーのサッカーリーグ構成において底辺である、ブラバント地方ディビジョン4からのスタートとなったが、他のブラバント州のチームを吸収して2006年には、ブラバント州一部に昇格した。2020年には2部のベルギーファーストディビジョン B にまで、昇格している。ありがとうございます。